珍珠神は特定の建造物や一定区域の土地を守護するために祀られた神である。現在では、宇治神、ウブス神と同一視されることも多い。珍珠神を祀る者を陳樹者という。珍珠神を祀る陳樹の森中国のガラン神に起源を持つと言われる。日本の寺院においても仏教が伝わり、神仏集合が進む中で寺院守護のための神類が祀られるようになり、 後に、寺院以外の建造物や、一定の区域の土地にも、陳樹神を祀るようになった。現在では、陳樹神はその土地に住む神だと考えられることが、多いが、元をたどれば、陳樹神は、地主神を抑え込み、復従させるために新たに祀られた神である。つまり、人間がある土地に、人工物を造営したとき、その土地に宿る神霊が、人間や造営物に対して、 被害を加えるたたりを起こさせないように、その地主神よりも、霊威の強い神を新たに誕生して祀ったのである。そして、地主神は、陳樹神に従順に服属し、その活動を守護、補佐することが期待された。しかし、時代とともに陳樹神の本来の意味は忘れられ、地主神との混同が起こり、両者は集合する結果となった。こうした、陳樹神は、寺院、邸宅、 小園、城郭などに祀られ、村落においても祀られるようになった。村落に神が鎮守神として祀られるようになったことについては、ある村落とその周辺を治める豪族との対立関係の中で、豪族が祀る一族神としての氏神の礼に対抗する形で、村落に鎮守として神社を祀るようになったことが一因として考えられる。 仏教寺院に付属して建立された神社を鎮守者と呼んだ。大義語は神宮寺と呼ばれる。またある施設の鎮守が仏教寺院である場合を鎮守寺、鎮守道、鎮守殿と称することがある。ありがとうございます。